UFO、UMA、怪奇現象。科学が進歩した現代でも解明できない不可思議な存在。果たしてそれは真実なのか、それともただの嘘なのか。オカルト界の重鎮山口敏太郎とともに3人の若者たちが徹底調査。未知の世界から真実を見つけ出す救命組織、それが東スポリサーチサークルである。日本一の山、富士山。古くから霊山と言われ、現代では日本最大のパワースポットとも言われている。実は近年、この富士山周辺で UFO の目撃情報が相次いでいるのをご存知だろうか。これは2015年2月7日、富士山上空を飛行中の旅客機から撮影された写真。上空に浮かぶ謎の飛行物体を捉えたこの写真は、日本中で話題を呼んだ。お、本当だ。あれなんすか？あれね、2年前にね、森入ってったっきり出てこない人のスクーターなんです。本当ですか？あった。何これ？何これ？天変地異とこれ？天変地異。村さんどのあたりですか？あれだってカレマンとかもスーってあの山の方に。いやこれ見た俺。鳥ってあんな高いと思わないですよ。鳥のサイズじゃないっすよ。古くから富士山の地下には UFO の秘密基地があるとも言われている。果たしてそれは真実なのか。そして UFO が富士山に出没する目的は何なのか。おはようございます。こんにちは。 TRC 調査部リーダーの柴田、その類まれなる行動力で不可能を可能にする男。TRC 調査部情報担当の西園こと、通称オタク。アニメとインターネットに精通する男。朝早い。早いよ朝。眠い。ああ。昨日。目が腫れてる。TRC 調査部に所属する謎の女キャサリン。その能力、役割は一切不明である。これは TRC のメンバーたちが UFO と富士山の謎に挑んだ全記録である。今日は富士山ですね。まあ樹海ですね。これから向かう青木ヶ原樹海。あれ知ってます？富士山 UFO 秘密基地説。いや聞いたことないです。知らないですか？知らない。秘密基地だから秘密基地で地下にあるんじゃないかみたいな。秘密基地でそれはまあ僕が調べた情報ですから、はい、ちゃんとネットとかにも載ってるし、はい、ちゃんとした説です。まあ UFO がだ富士山で結構目撃証言みたいなのあるじゃないですか、情報みたいな、はい、なんでかってことみたいな、その、まあ、ネットとかで言われてるのがその富士山の地下かその辺にまあ UFO の秘密基地が作られてんじゃないかと。発着所とかなんですかね、分かんないですけど。それで樹海に行くんですか？樹海に、はい。富士の裾野に広がる青木ヶ原樹海。溶岩の大地がコンパスを狂わせ、一度迷ったら二度と出ることができないとも言われる死の森。なんで樹海に行くんですか？樹海の富士の風穴って知ってます？洞窟みたいな。でそこが秘密基地の入り口なんじゃないかと。で、まあそこ行ってみて、まあちょっと秘密基地を突き止めようかと今思ってますね。青木ヶ原次回ですよ。さあ、何かしらですね。あって。誰も見てないって。逆になんでわかるんですか。全員見てないって。これは、あ、これちょっとあれですけど。これ根っこじゃなくて幹ですよ。嘘ついてます。これはね、子供の頃に苗木の時に倒れた木の下敷きになってるんですよ。あ。それで重さに耐えるためにこんな太くなる。でこの上倒れてた倒木が腐って土になるでしょ。だってあんだけこの森のことに関しては細かく言ってくれるのに UFO に関しては一周全員行ってませんよ。一周じゃないですか。樹海の中に突如現れる巨大な穴。この穴の奥に長い洞窟が続いているという。うわすげえな。でもし落ちたらはい後で帰りに拾いますから。あ、お願いします。高さはおよそ30メートル。もし足を滑らせたら怪我では済まない。ここからね、はしごで穴の底へ今から降りてきます。下に200メートル続いてますから。あ、これ怖い。中の気温は年間を通じて0度前後。岩と氷の世界が広がるという。いやー、これ何これ。これやばい。もうみんな死んじゃう。さあ。いて。ねえ、パンツ見ないでよ。あっち行って。じゃあ明かり、なしにします。ちょっと待って。ねえ、洞窟探検にはふさわしい服装でお願いします。ちょっと待ってね。ここ？はい。両足揃えてね。はい。一段ずつ両足揃えて。また来だから覗いて、足元は振り向かないで。え？そう、そうやって。そこでストップね。暗。はい。すごい。そっち崖になってる。なんで？ここから崖だからね。はい。ここ氷が見えます。はい。でこの氷の上は絶対足乗せないでください。いいですか？ロープで。はい。でも帰りがだって人力だって言ったでしょ。危ない。これ以上の調査を堅くなに拒絶するリーダー。結果、風穴の調査はここで終了することに。ありがとうございました。ありがとうございます。あれ、行かなくてよかったんですか。なんで行かなかったの。気がつかなかったですか。何を。はい。全く。いや、視線感じませんでした。視線みたいな、なんか見られてる。多分監視されてますわ。いつの話ですか。いや、あれですよ、風穴入ってる。カメラの向きを変え、再び呼び出しを試みる。シャッタースピードマックスでいきますね。さらに村は驚くべき行動に。よろしく。今日は誰が来られてるんですか。なんか降りちゃったんですか。いや、コンタクトルームの方にね、はい、ちょっとライブでね。今やってみてんすか。なんかあなたはお名前は。教えていただけますか。何星人ですか。リラ星。リラス。リラ。リラ。リラ。セレムーンさん。なんと宇宙人とダイレクトに交信する村。ところがここで事件が起きる。あれなんか飛んでますでしょ。飛行機？なんか飛んだ。黒いやつです。あそこの晴れ間あるじゃないですか。あれだって晴れ間のところをスーって山の方に行った。ブロスが言ってる方向と同じじゃん。いやこれ見た俺。俺多分一緒に見てますよ。今一緒に見ましたよね。田島さんなんかわかりました？いやわかんなかった。鳥誰かカメラで押さえてないの？あれは押さえてます。晴れ間押さえてます。早速村のカメラをチェックすると、あらわかんないですが、ちっちゃいのがこうわかんないですか。違う。いやそんな感じ、そんな感じですよ。そうです。多分タイミング的にもちょうどぐらい。あれ意外とちっちゃいのが。そうです。なんかわかります。それでは拡大画像をご覧いただこう。